今期の名人戦は愛知県瀬戸市出身の藤井八冠に一宮市出身の豊島将之九段が挑戦していて、ここまで藤井八冠が3勝1敗で防衛まであと1勝に迫っています。北海道紋別市で行われている第5局は午前9時、藤井八冠の封じ手が読み上げられ、2日目の対局が始まりました。封じ手は2四歩です。互いに5時間近い持ち時間を残して再開した2日目の対局は、今日午後には勝負が決まる見通しです。